ハンスメムリンク、セイペテロと共に、天国への門での神の祝福を受ける人々、天国への門とは、いくつかのキリスト教諸教派による天国に至る門を、指す、非公式な故障である。ヨハネの目視録21時21分の中の、新しいエルサレムの以下の記述から着想されたもので、ある。十二の門は十二の真珠であって、どの門も、それぞれ一個の真珠でできていた。 との大通りは、透き通ったガラスのような純金であった。ヨハネの目視録21時21分、文語訳聖書大衆文化における天国への門のイメージは、雲の中にあり、天の国の鍵の番人であるペテロによって守られている。白もしくは、電鉄の門である。天国行きにそぐわない者は、門で入場を拒否され、地獄に落ちる。いくつかのイメージの派生では、門を開く前に、 ペテロが死者の名前を調べるという。ファーガソン、エベレット、ザ・チャーチ・オブ・クリスト、A-Biblical Ecclesiology for Today, WMB アートマンズ・パブリッシング、P53、ISBN 9兆7808億284万1896、http コロンスラッシュスラッシュブックス .google.com スラッシュブックス、ID イコールクブクレイプルクス 88C&、ピコグラムイコール PA53V イコールオネパゲ、&、Q イコール22同キーパーパーセント20、オブパーセント20ヘブン 22&、 F イコールフォルス、ザパッセージムーブスフロムエビルディング、ツーゲーツ、ツーキーズ、エポピュラーイメージハズ、ピーターズザドーキーパーオブヘーブン、ディサイディングアドミッション、スルーザ、パーリーゲーツツーイーチパーソンアットです。ディスアンダースタンディングオブ、ピーターゴーズ、バックツーアンアーリーメディバルインタープリテーションザット、アイデンティファイド、ピーターウィズ、エフィギュアインジャーマニック、 ミソロジーフーアザポーターオブヘイブン。ありがとうございます。